節の変わり目や、そういう人や動物の変化に敏感に、感じれるようにそんな感覚を、大事に持ってきました。そこで、この結婚式のコンセプトが生まれてきたわけなんですけども、あとはお願いします。すいません、すごい緊張してるみたいで。彼に対する印象としては、馬術部一の、馬思いっていうところと度胸がある男だなと、感じておりました。では乾杯。まあ、相談乗ってもらえるし、やっぱりこう私も数字いられる、はい、まあ、すごく居心地のいい存在やなというふうに思います。お仕事やっぱり大変なんです。命を預かるお仕事なので、はい、休みの日とかにセミナーに行ってるんだと、休みの日に勉強してるんやと思って、それをこう全然苦にもしてなくてですね、すごく尊敬しています。母と二人の夫婦漫才みたいなやり取りを見ていて、自分たちもそんな夫婦になれるようお互い支え合って家庭を築いていこうと思います。年々お父さんやお母さんに似てきていて、二人に育てられたってすぐに分かる娘になりました。めげない娘に育ててくれてありがとう。怒らせてしまったり泣かせてしまうこともあったけど、周りの笑顔をずっと見続けていられるように、相手を思いやり寄り添っていく、そんな家族になろうね。私が喜んだりはしゃいだり泣いたり怒ったりするすべてをドーンと受け止めてくれるから、私ものびのびと過ごさせてもらっています。辛いな、しんどいなって時は、その時々の自分の気持ちにも、あっちゃんの気持ちにも寄り添って、そんな時期もあるよねって、二人で乗り越えていきたいなと思います。このような結婚式を二人で一緒に作り上げることができて、本当に幸せだよね。あつしでした。ありがとうございます。